ュー。はい、じゃあ今度はロープトレーニングます。こちらが、はい、バトルロープですね。はい、十分に伸ばしてもらったら、よいしょ。ダブルロープスラン、両手を一緒にロープを、はい、そして3つ目がバタフライロープスイングですね。ロープを左右、はい、どれもそうなんですけど、ロープトレーニングはロープを振ると前に引かれちゃいます。それをしっかり踏ん張って受け止めながら、それをなるべく強く回数をたくさんやる。このようにして心肺機能を高めて代謝を上げながら、上半身のコアと背筋とか腕とかをね、全部いっぺんに鍛えられる有効なトレーニングです。お片付け。お片付け。使い終わったら道具をコーナーまで持ってきていただいて、このようにきれいに優しく丁寧に巻いて片付けてください。お願いします。はい、トレーニングで使用した器具などはこちらのアルコールを使って部位にかけて、きれいにこのタオルで拭いて、使った後もね、清潔に衛生を保って、みんなで楽しく気持ちよく使っていきましょう。